の名物、いやこれ信州限定ですね。アルクマフリモナカ、これとコーヒーを今日は合わせていきたいと思います。では、ロズマ農園ロズマラゴとアルクマクリモナカを食べていきたいと思います。これでいいんですか？はい、はい、OK です。そういうことで、なんかこう完成形の絵が頭にないとダメですね。クリモナカを食べます。はい、開けてみてください。はい、ここでこれ開けてっていいですか？はい、これ開けて、なんと、じゃん、これ見てください。自分で作るタイプですね。おー、なるほど、意外ですね。意外ですね。そのままもうパクッといけるのかと思ったんですけど、栗もなかだけど栗は入ってないですか？栗あんですかね。栗あんなんですか？おそらく栗がペーストになってるんじゃないでしょうか。はい、コーヒーにも良さそうです。そうですね、相性良さそうです。じゃあ早速これを作っていきます。久しぶりですけど、昔おばあちゃんにもらったモナカが手作りだった裏なかなかちゃんとできてますね。そうですね、ちゃんとですか？そうですね。あ、そのままいいですね。こんな感じです。はい。そして中にあんこを絞っていけると。はい。すごいですね。お願いします。いきましょう。と入れていくってことですね。なるほど。栗あんですね。栗あんですね。色がもう栗のペーストが入ってる感じ。こういうとこ出ちゃいますね。この余すとこなくあんこを詰めてしまいたいと。たっぷりですね。たっぷりですね。本当に山盛りです。すごい山盛りですよこれ。こんな山盛り。はみ出具合とか、はみ出具合がすごいですね。あーすごい、ちょっと重量って立つんじゃないですか。立ちました。どうでしょう、なんかシュールな絵がいいですか？ちょっとはみ出てますけど、うん、なかなかいい絵だと思います。アルクマくんとコラボレーションですね。はい、はい、じゃあ、はい、実食ですね。実食ですね。これちょっとかわいそうな気持ちになるんですが、アルクマくんの頭をバクッといっちゃうと思います。はい、いただきます。お願いします。うん、お、結構サクサク音が聞こえますね。そうですね、モナカの生地はかなりサクサクですね。栗というよりもモナカの皮の香ばしさがすごく強いですね。さあ、ロズマラゴとの相性はいかがでしょうか？あ、うん、ロズマラゴの花が、あとはこの甘い感じにこのモナカの香ばしさが乗っかってきますね。栗はどこに行ったんでしょう？あんまり栗っぽくはない。栗っぽくはないですね。なるほど、はい、栗なんかゴロッと欲しかったんです。こんなこと言っていいんですかね。うん、
で、まあいいんじゃないですか、正直レビューということで。そうですね、はい、でもなんかサクサクで美味しそうですね、はい、食感がすごい、うん、軽くサクッとして、うんうん、香ばしく甘いので、チューリーとか華やかで甘いコーヒーとか相性が良さそうです。なるほど。ジオグラフィーとね、はい、長野県の長野駅、はい、の近くにある焙煎屋さんの方にもらったんですけどね、お土産でね、ありがとうございます、はい、美味しく動画になりました、はい、ということで、今日のおやつでした。美味しいです。